はい、どうも、純情コーヒーです。この情報はちょっと前のデータになるんですけど、今からお見せする1試合が、今日撮った動画になるんで、よかったら見ていってください。それでは見ていきましょう。どうぞ。はい、人格がですね、左下ですね。獲物さん振り、怒りに振りです。で、怒りに振りしてるとき、だいたい祭司が相手にいます。で、この動画は初手が傭兵で、船中に誰かいるかなと思ってぐるぐるしてるんですけど、この時点で傭兵が見えたかな。見えてて、もうさすがに傭兵このタイミングで追っていくのはもったいないんで、傭兵を視認しつつ他のサバイバー狙っていきます。耳鳴りから予測していきますね。この段階で耳鳴りが少し消えるんで、うん、ついてますね。はい。で、ここで人形を視認できたんで、人形を追っていきます。ここはできるだけ義士の本体を置いたいんで、あんまり人形を置いたくないんですけど、ここ2枚板出されたんで、先に1枚割っていくと。これで獲物を追ううまいこと発動させるイメージですね。できるだけ板を割らずに、そして読み合いをさせると。で、ここね、相手うまいんですけど、しっかり見てるんですよね。板当て狙ってます。で、ここは読み合い負けて倒せないんですけど、板もらわずにしっかりとここでダウン取っていきますね。ここで硬直消しして、で、ここで義士の位置がわかるんで、パペット、黄色パペット使って一気に距離詰めていきます。ほい、ピョーンって飛んで、で、まだ黒くなってるので、義士本体追ってって、今、鬼没溜めてるからね。鬼没で一発殴るかなって感じです。あ、ここでの反省ポイントが、鬼没で一発当てようとするんですけど、ここ、ロボガードされたら無傷で逃げられるんで、分身出した方が良かったですね。ワンチャン即ダウン取れる。プラスロボットを完全に破壊できるっていう流れになるんで、あそこは鬼没使って分身出して攻撃ですね。で、この後も反省点なんですけど、ここ一気に距離詰めずに横の窓越えちゃうんですよ。ここそのまままっすぐ行ったら、レオの最大射程と義士の先出しだとワンチャン当たるんですよね、一発。ここも焦っちゃってます。かなり初動厳しいですね。ここもしっかりと最短距離で追っていって、義士の乗り越え遅いんで、ここしっかりと当てていきます。はい。で、ここで気をつけないといけないポイントが、耳鳴りしてるんで、オフェンスのタックルですね。ただここはもうすぐに釣っていかないと、もうどうしようもないんで、とりあえず釣ります。で、多分、耳鳴りからオフェンスが来てるんで、一旦下ろして、周り確認するとやっぱり来てると。で、確定救助で無傷救助されるのが厳しいんで、先に分身出して一発当てていきます。はい、これですぐに飛んでると。で、今開きが1台回ってて、回されたくないなと思ってパペット投げようとします。で、この位置から投げようと思ったタイミングで上がっちゃうんで、ここで考えるときが、どこの暗号機がどれだけ回ってるか、どこが揺れてるかっていうところですね。で、ここもオフェンスのタックル警戒で分身出して、で、ここも釣る椅子考えながらなんですけど、とりあえずアスレがさっきチェイスで音鳴ってなかったんで回ってないと。で、船上も回してないなっていう予測で、じゃあ目の前にサバイバーがいるかなっていうところで、ここで2人回してますね。なんでパペット2体あちら側に投げます。これで解読妨害と。で、傭兵が来るんで、ここはね、僕はちょっと居合切り当たるかなと思ってやったんですけど、分身を出してから圧かけに行ったんですよ。これなんで分身を得たかっていうと、傭兵に一発当ててくれるか、それか救助後に義士に一発殴ってくれるかなと思って分身を置いていったんですけど、相手さんの傭兵が上手くて無傷救助されましたね。うん。で、ここはもう祭司をダウン取りに行くかな。釣り替えですね。もう仕方ないんで。ここから義士を追っていくと、
まあ次飛びなんで捕まえたいんですけど、オフェンスの粘着があるのと、どこにいるかもう分かんないんで、で時間かかってる間にパペットかわされて、で暗号機も回されてっていうのが一番悪いパターンなんで、ここはもう最初に釣りがいいです。ここ移動して、で祭祀を今目の前にある椅子じゃなくてこの暗号機に寄せるんですよ。でこっちなんで寄せてるかっていうと、これ黄色パペットがこれ見えないんですけど椅子前にあるんですよ。なんで赤パペット壊されてもこっちにすると、これでキャンプとあとは暗号機守りができると。でここで傭兵を視認しつつまた暗号機守っていきますね。うん、この義肢回復されてるんですけど、でここも分身出して戻ると。うん、でここは読み合いになるんですけど、ここたまたま恐怖取れるんですけど、これ重要なところが今左下の画面見てほしいんですけど、パペット今義肢壊してて、オフェンス何してるかっていうと分身に追われてるんですよ。で裏から来てこれ義肢殴ってくれて、でパペット移動で即ダウンと。うん、このパペット移動する前に分身を出すことで暗号機が触れないのとパペットが壊されないんですよね。これを覚えるとかなりレオ使いとして上手くなると思うんで、ぜひ試してください。イメージは暗号機の周りに出す。うん、でここで傭兵を釣っていくと。で多分ここで考えることがサバイバー側目線ですね。もう絶対治療入れると思うんですよ。でハンター側の負け筋としたら、引き分け筋としたら、もうトンネル回避、傭兵救助されてロングアップ入られるというところなんで、ロングアップ先に消して、で今2台ともパペットで暗号機守ってるんで、新規で船上回されないように確認してます。でどこにいるかなって考えてるんですけど反応なくて、いつの間にか黄色パペット壊されてて、で赤パペットに反応したんで居合切りしたら恐怖決まりましたね。これたまたまです。あんまり僕居合切り使わないんですけど、いつの間にか来てたんで反応遅れたんですけど良かったです。はい、でここポイントですね。ここオフェンスが救助しに来てるんですけど、オフェンスのボールかなり残ってるなーっていうイメージがあったんで、前回タックルしてくると思うんですよ。なんでそれも警戒して、で鬼没も温存しながらしっかりと一発与えていくと。これで終わりですね。うん、これはもうかなり冷静に対応できたんじゃないかなと。まあ衝動悪かったんですけど、こんな感じでちょっとこれからも一社ずつ上げていこうかなと思うんで、最後おまけよかったら見てください。それではバイバイ。いける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 、はあ、うまいこれ。あ、やばい。よいしょ。あ、取れない。取れないよ。投稿できないよ。やばい。おお。わあ。